んにちは。あなたも休めるところを探してるの？それじゃあ、この昼寝の達人、カニ姫が案内するよ。どうしてその洞窟に興味があるの？宝石だの、仏具だの、硬いものばっかりで、全然気持ちよく寝れないよ。こっそり教えてあげるね。海なりじいさんの部屋。難しい本がたくさん置いてあるんだけど、潮の匂いがして、とっても居心地がいいの。本によだれを垂らしさえしなければ、日が沈むまでそこで寝ててもいいって、海なりじいさんの許可をもらってるのよ。海辺の木陰もいい場所ね。波にさらわれないように気をつけるのよ。もしも海に飲み込まれてしまったら、若様助けてーって叫ぼうか。あれ？お腹が空いたのかな？それじゃあ、この美食の達人、カニ姫が紹介するね。そこはダメダメ。洞窟の中に美味しいものなんてないよ。どうしていつもそこに行ってしまうかな。あの洞窟の上？あそこには若様が住んでるよ。そういや、若様のお部屋って安心できるいい匂いがするの。そこで昼寝してたら爪が大きくなる夢を見れるんだ。いけない！ご飯の時間だ！しっかり食べてからぐっすりお昼寝しないと。いいのいいの。ご飯はみんなで食べた方が美味しいでしょ？外の世界のお話をしてくれたら、このわら汁がもっと美味しくなると思う。鈴鹿山には美味しいものも気持ちよく昼寝できる場所もたくさんあって、寝てる間にお散歩しちゃっても海の妖怪に襲われる心配はないよ。あなたのお話は面白くないけれど、なかなか新鮮ね。みんなももっと聞きたがってたのに。どうしてもこのお宝を持って帰りたいの？残念ね。カニ姫の昼ご飯はあなたに決まり。